てる。こんばんは。一応剣撃2日目も動画にしました。コツは兜割りみたいな攻撃だけ注意してカウンターすることです。それ以外の攻撃は受けてもというか、基本的に死なないので兜割りを全部カウンターすれば余裕で報酬が取れます。また2日目からはワープで飛んでこれるので快適に挑戦できますね。実況はこれくらいかな。注意点は兜割りに集中してカウンター。まあ、今のもできそうだけどね。タイムもシビアではないので気楽に行きましょう。